さん、おはようございます。おはようございます。今週もやってきましたモーニングギルド、アクターの大志です。10時になりたいティースパイスです。イエイ。金谷の直樹です。イエイ。会社20周年になりました、嵐も一緒、佐々木です。イエーイ。なんとか危なかった。そして今週のゲストも、矢吹春奈ちゃんです。おはようございます。よろしくお願いします。いやー、今日もスタイルも笑顔も素敵ですね。 ありがとうございます。はい、セクハラ1。ちょっと待って、これセクハラになるの？ですよね。いや、もうスタイルのところでもセクハラかなってちょっと思う。マジっすか？嘘。なんかでもその美容の秘訣とか、なんかこの前インドに行って、はい、ヨガ、そう、結構長いこと行ってらっしゃったんですよね。1ヶ月ぐらいかな、1ヶ月。あ、それどんなんなんですか？あのヨガやり始めて、で、まあ、せっかくだからちゃんと学びたいなと思って、まあ、本場に行きたいということで、まあ、インドに行ってきまして、で、先生の資格も取って帰ってきました。どのぐらいやるの？何時間ぐらいやると先生になれるの？まあ、1ヶ月。アシュラムっていうところに寝泊まりして共同生活するんですけど、でそこでまあ勉強してヨガをやって、で食事も自分たちで作って、まあ、もちろんあのベジタリアンじゃなきゃいけなくて、アルコールも飲んじゃいけなくてっていうような生活で、でもその代わり本当にマインドも体もすんごいピュアな状態に戻るんですよ。でその状態ってやっぱ生まれてから毒を結構入れてると思うんですよ、体に。タバコ吸っちゃう人もいれば、お酒たくさん飲んじゃう人もいて、で結構その状態で内臓っていうのが傷ついていて、でそういうものが全て取り払われたような、完全にデトックスされた時の体の状態ってめちゃめちゃ気持ちいいんですよ。あ、そう。すごい気持ちいいです。軽いっていうか。どういう表現なんですか？なんか軽くてエネルギッシュ。なんか朝起きてちょっと具合が悪かったりすると、あ、なんか寝起きが悪かったりとか起きづらかったりするんですけど、パキッと起きてこのままもうエネルギッシュだから、もうすぐお水飲んで今日一日ハイスタートしましょうみたいな。まあ、とにかくすごい良かったです、本当にあの経験は。なんか、はい、例えばエネルギーつけると肉食べてとか、なんかそういう、なんか、ね、食べないとなんか体力ちょっと少ないとか、そんな格好がないんですか？思うんですけど、実は野菜だけで十分エネルギーっていうのは取れてて、でヨガの哲学では空気中から呼吸をすることによってエネルギーを保持できるっていう。なんか空気中から、そう、悟空みたいなね。あ、確かに確かに。元気をほらくれみたいな。でもそれだけ人間の体って元気だもんね。もう本当そういう、本当それ、まあ、目には見えないものなんですけど、本当にそういう、こうエネルギーっていうのはたくさん世の中にこう空気中にもたくさんあって、でそれを呼吸をすることによって入れていくっていうことなので、まあ、呼吸はすごく大事なんですね。なるほど。やっぱり将来的な目標はガンジーになるか。ガンジー、まあ、ガンジーになるかって言ったら、まあ、ちょっとそこまでいけるかどうか日々修行ですよね。あ、まあ、そうですよね。まあ、でもなんかヨガやってた。あ、僕ですか？ガンジーはやってないですね。なんか極めた上であの神様になるのかななんて。悟りを開く的なね。じゃあもう時間ですけども、また、はい、朝の皆様に一言お願いします。今日は一日素敵なスマイルで過ごしてください。イエーイ。 See you next week. バイバイ。